株式会社帝王ホールディングスは、北海道函館市に本社を置き、百貨店、ホームセンター、スーパーマーケット、住宅、木材、不動産、自動車ディーラー、消費者金融などをはじめとした、多数の事業を展開している持ち株会社。道南県のお島地方、檜山地方を中心に、北海道各地に事業を展開している。また、木材事業、住宅事業を行う。 株式会社テ王オーフォレストは全国に支店がある。木材事業部と住宅事業部の2部門で構成されており、木材事業部は夕張工場にてフローリング材、北見工場で合板等を生産するほか、海外からフローリング材の輸入販売も手掛けている。また、住宅事業部はテ王オーハウスのブランドで注文住宅や分譲住宅を展開するほか、 マンション販売も手掛けている。帝王デパート本店、ワールドインポートブティック EX 家具の必至の、ジットコモショップ消費者金融事業、イエローグローブサロマ店独立系のチェーンストアであったが、2021年7月15日に、ホームセンター大手の DCM と資本業務提携を締結することが発表された。イエローグローブ帝王ストア称号の変更及び、 定款の一部変更に関する、お知らせ会社分割による持ち株会社体制への移行及び子会社の設立に関する、お知らせ会社分割による持ち株会社体制への移行及び子会社の設立に関する、お知らせ北、三菱同販売株式会社の株式取得に関する、お知らせ、会社の説、当社及び連結会社の会社分割並びに、会社の株式譲渡に関する、 お知らせ。株式会社帝王ホールディングス。2021万221閲覧。日刊木材新聞2017年8月10日付。DCM 帝王リテイリングと資本業務提携。流通ニュース。2021年7月20日閲覧。遠隔イエローグローブ。ありがとうございます。